藤原覚製は、京都府出身の特殊、メイクアップアーティスト、特殊、メイクデザイナー。藤原覚製との表記もある。同じく平安高校卒の特殊、メイクアップアーティスト辻和弘の後輩にあたる。小学校低学年の頃、ゴジラ映画のメイキング本に掲載されていた実際に、撮影に使われたゴジラのギニョールを見て、特殊造形に興味を持ち、独学で、 特殊メイクを始める。自主映画制作などを経て、江川悦子が主催する、メイクアップディメンションズに参加後に1999年に独立。特殊メイク、造形工房ダミーヘッド設立。現在株式会社ダミーヘッドデザインズ、代表取締役。特殊メイク、造形を志すきっかけになったゴジラに関しては、1999年に、 始まるミレニアムシリーズにおいて、ゴジラモスラキングギドラ大怪獣総攻撃を除く5本に、造形女子として携わる。映画雑誌、映画秘宝や、その他雑誌などでついたニックネームは、日本の一人 KNB 他に、特殊メイク番長などもある。焼肉やステーキを好む。飲酒量も多い。トンネルズのオールナイト日本のハガキ職人、ビリー・フジワラは、同一人物。映画、 犬屋敷で師匠である主演の木梨のりたけに全編特殊名句を施して指定共演を果たしている。ありがとうございます。